ハーメルンは2013年制作の日本映画。監督は坪川拓司。主演は西島秀俊福島県の昭和村にある廃校となった旧クエマル小学校に元校長が住んでいる。学校は村の音楽仲間の練習場であり、教育委員会が発掘した遺跡物の保管場所にもなっている。校長により修繕はされているが、 老朽化により取り壊しも決定し、校長は立ち退きを要求されていた。県の博物館から遺跡物調査のためのだが、派遣される。野田は、この小学校の卒業生であった。野田の恩師のあやこ先生の娘律子が営む飲み屋で、野田はあやこが現在高齢者施設にいることを知らされる。野田は、学校の閉校式の日、タイムカプセルを埋めた記憶があるが、 どこに埋めたかを覚えていなかった。その平行式の日にみんなと見ていたはずの人形を一座による月記の結末も覚えていなかった。校長も野田たちがタイムカプセルを埋めたことは覚えていたが、埋めた場所は綾子しかわからないという。閉鎖した映画館も遺跡物の保管場所になっていて、野田は映画館の持ち主である工藤と会う。工藤はかつてあ子と律子を捨てた過去を持ち、 それ以来娘の律子とは疎遠になっていた。校長は律子からあや子の宝物であった置き時計をなくしたことを聞かされる。野田の記憶にも残る置き時計はハーメルンの笛吹きをモチーフとしたからくり時計で十二時になるとカノンのオルゴール音が流れるという他では決して手に入らないものであった。村での調査が終わり、野田が村から引き上げる挨拶とともに、 野川浮時計を隠したのは自分でタイムカプセルと共に埋めたと律子に告白する。律子は久しぶりに工藤と会い自分のピアノをもらう約束をする。律子へ送る準備のためピアノの椅子を取り出そうとした工藤ははしごから転落する。村祭りは雨のため校舎内で行われていて歌を披露した律子のもとへ工藤の不法が知らされる。秋の終わり、あ子を 隣町の大きな病院へ移す途中、リツコは綾子を連れて、学校を訪れる。音楽仲間による綾子が大好きなカノンが流れる中、過去の記憶が混在する綾子は学校にいた子供たちが、突然いなくなったことをいぶかしむ。冬、校長が亡くなる。村を訪れたのだは、タイムカプセルを掘り出そうとする。そこへ、リツコが現れ、 包丁が野田へ渡して欲しいと言って預かっていたと8ミリカメラと1本のフィルムを手渡される。フィルムには野田が覚えていなかった人形劇の結末と授業の合図の鐘を鳴らすあやこ先生が映っていた。ロケ地の一つとなった本宮映画劇場クリコーダー賠償チ恵子が映画ハーメルンで竹光徹カバー。音楽ナタたり。 h t t p n a t a l i e m u ュ m u s i c n e w s 9 7 3 1 0 2 0 1 5年9月9日閲覧。西島秀俊、新作映画、ハーメルン福島県昭和村で、クランクイン。 オーコンスタイル、http コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2003366スラッシュフルスラッシュ2015年9月9日閲覧。ありがとうございます。